白紙デモに続いて今度は爆竹デモ。中国コナン00世代取締りパトカーを壊して衝突。2日夜から3日未明まで中国河南省六遊県で爆竹を禁止する警察と00世代005、2000年以降生まれが衝突して警察車両を壊して転覆させる事件が発生した。中国ポータルサイトネットイースニュースは3日未明、中国道教の始祖である老子の故郷としてよく知られた六遊県の老君台で爆竹を禁止する警察と群衆の間で衝突が発生し、一部の00世代がパトカーを破壊したと報じた。16歳から17歳に過ぎないと伝えられた彼ら若者は、群衆の拍手喝采によって現行法を違反したものの、厳しい処罰を受けることになるだろうと同メディアは伝えた。中国の SNS メディア Weibo と短い動画シェアプラットフォーム TikTok、海外ツイッターには昨年末から爆竹をめぐって警察と対立する若者の映像が次々と掲載されている。過去3年間続いた新型コロナウイルス感染症新型肺炎の封鎖が解除されると、伝染病と夜運を退治するという俗説がある爆竹を鳴らして開放感を満喫しようとする00世代が主軸だ。警察は大気汚染や秩序維持などを理由に爆竹の使用を禁止していて、韓国の正月、テボルム、小正月である元宵節が終わる来月5日まで衝突が続く展望だ。12月31日大晦日に河南省許昌の街頭に集まった市民が爆竹を鳴らして新年を祝った時も警察が阻止に出た。これにもかかわらず近くでまた別の爆竹が激しい音を立てて鳴り出すと、群衆が歓呼する映像が SNS を通じて拡散した。爆竹を鳴らす若者を逮捕連行する警察を群衆が囲んでそれを阻止しようとすると、なぜついていくのかといって阻止する映像も流布している。ラジオフリーアジア RFA も鄭州、湖北、山西などで禁止された爆竹使用が広がっていると2日報じた。ネット上では過去3年間の民衆の心の中には悔しさが蓄積している、爆竹を鳴らして厄払いして悪い気をなくさなければならない、3年間の悔しさを晴らすのに一役買っている、全国地方政府は爆竹政策を調整するべきだと促した。新型コロナ防疫政策だけでなく爆竹禁止政策も最適化調整が必要だという主張だ。河南省周口市太閤県で爆竹を使用した容疑で逮捕された住民を警察が群衆の要求で釈放すると、これを祝って爆竹を鳴らす映像も海外ツイッターで話題になっている。山東省のある都市では黒の高級乗用車が爆竹を鳴らしながら走行し、これをパトカーが追いかける映像もツイッターを通じて拡散している。昨年11月末中国全土を揺るがした封鎖反対の白紙デモが爆竹デモにつながらないように治安当局は緊張している。中国共産党政治局委員兼政法委員会書記の陳文生氏は先月29日、中央政法委全体会議を招集してあらゆる方法で人民群衆の権益を保護するようにとしつつも、同時に国家安保と社会安定をしっかりと守らなくてはならないと指示した。司法の皇帝と呼ばれる陳氏は貿易を理由に潜入破壊し、流言を撒き散らして問題を起こし、社会秩序を惑わす行為は断固として法にのっとって処理せよと強硬対応方針を明らかにした。中国で花火使用禁止の取り締まり、反対の若者が暴徒化、パトカーを襲う。中国内陸部の河南省で新型コロナの感染拡大防止のため禁止されている花火の使用をめぐり、取り締まりに反対する一部の若者がパトカーを襲うなど暴徒化しました。パトカーに物を投げつける市民、その後車はひっくり返されてしまいました。これはツイッターに投稿された映像で、2日夜から3日未明にかけての河南省周口市での騒ぎとされます。周口市は多くの人が集まることで新型コロナの感染が拡大することを防ぐために1年を通して花火や爆竹の使用を禁止していますが、
中国メディアによりますと、新年を祝うために花火を使っていた一部の若者が取り締まりに反対して暴徒化し、パトカーを襲ったということです。地元警察の発表によりますと、パトカーは路上に止まっていたもので、怪我人は出ておらず、騒動を挑発した疑いで6人が拘束されたということです。朝鮮日報コラム、中国の言葉と行動が違うわけ。コロナの厳しい感染対策に反対する白紙デモへの中国政府の対応を見ると、その言葉と行動が完全に矛盾していることがわかる。昨年11月26日に大規模な抗議行動が起こった際、中国政府は3日後に敵対勢力を断固排撃するという強硬なメッセージを出した。ところが実際は正反対だった。このメッセージが公開された当日と翌日には、鄭州と広州の封鎖が解除され、その後も首都北京を含む全国で感染対策が緩和された。デモから10日後の12月7日には事実上ゼロコロナ廃止を意味する10の防疫緩和措置が発表された。デモ隊は政府の矛盾した言葉と行動で混乱し、街に出る力を失ってしまった。中国の言葉と行動が矛盾するのは非常に戦略的だ。口では強硬な言葉を発し、行動では現実的な線で妥協することで、交渉で優位な立場を占めようとする。そのため中国を相手に対する多くの国や企業、個人は相手の攻撃がどこから来るか分からず、不安を感じて戸惑ってしまう。中国は韓国に対しても言葉と行動が矛盾するケースが非常に多い。中国はいわゆる玄関令、韓流制限令など存在したことはないと言い張る。けれども実際は中国人も2016年の THAAD 高高度防衛ミサイル事態後、中国メディアから韓国コンテンツが消えたことを認識している。しかし韓国大統領室は昨年11月22日、韓中首脳会談をきっかけに中国 OTT オンライン動画サービスで韓国映画サービスが再開されたことを明らかにした。北朝鮮の核問題でも中国は韓半島問題のために建設的な役割を果たしたいと一貫して語ってきた。しかし北朝鮮の挑発を受け、複数回にわたり緊急招集された国連安全保障理事会で中国は北朝鮮制裁に反対票を投じ、追加制裁はもちろん非難声明さえ採択できない状態だ。このような中国の言葉と行動の矛盾は、これをいかに解釈するかが重要だ。中国で生まれ育った平凡な市民も、共産党と政府の指針、政治家の動向をしっかりと見極めて上部の意中を推し量っている。中国国営 CCTV で習近平国家主席が欧米の首脳と会談したというニュースが報じられた場合、中国駐在の外信記者たちは欧米のニュースをまずチェックする。双方の報道内容を比べて中国が強調し、あるいは隠しているメッセージを見出すためだ。外交関係者の間でも中国は高度に暗号化された国と考えられている。中国の対北朝鮮政策、対米政策、半導体戦略、経済政策など韓国の国益と直結する問題において、中国の言葉と行動を飽きて考えることに韓国人はもっと慣れなければならない。中国が発する一言に一喜一憂するのではなく、中国の実際の動きがどこに向かっているかを見極めねばならないのだ。昨年11月28日に北京でデモの現場を取材した際、ある中国人は党も経済が最悪なので感染対策の緩和を望んでいるようだとしながらも、体制を批判さえしなければ今日のデモは感染対策の緩和を前倒しする大義名分になるだろうと語った。中国という国を相手にするときに解読の力を高めねばならないのはそのためだ。